こんにちは、石川くんです。ということでね、今回は成仏させたい動画がありまして、今こんな感じで動画を撮っております。今回の動画は勉強したくて動画を回せば勉強できるんじゃないかなって思ったけど、結局そのまま勉強できなかった動画です。この動画はね、なんで撮ってたかっていうと、どうしてもやる気を起こしたくて、でも起こせなくて、もうどうすればいいんだって迷った挙句の果てに、動画を回して動画回したら勉強できんじゃねえかって、そういうね、無計画な動画です。なので動画の構成とかもクソもないし、なんならもうこれ動画なのかって言えるくらいなんですけど、ちょっと哀れなので、これをね、実況しながら皆さんと一緒に成仏しようかなというふうに思って撮っております。ということで、じゃあちょっと再生していきます。いきます。はい、始まりましたね。こんな感じで、ね、すんげえ爆速にやって、これね、遠隔授業中なので、これオンデマンド授業ですね。あ、時間が出た。11時35分、結構遅い時間に撮ってますね。多分ね、11時35分にオンデマンドの教材見てるってことは、かなりね、こいつ追い込まれてますよ。はい。で、ずっと見てますね、腕組んで。もう腕組んでずーっと見てますね。ちなみに、この時使ってたオンデマンド教材が、スタディサプリっていうものでした。さあ、まだまだ見てますね。で、なんか手が動いてますね。手が動いてるけど、これ多分、話しかけてます。多分やる気起きなさすぎて、もう普通に動画撮っちゃってるんだよね、この時に。あ、で、ノート書き始めましたね。やっとノート書き始めた。で、ちょくちょくオンデマンド教材も見ながら、重要なポイントだけノートに書いてるって言った、そんな感じですね。いいよ、撮ってるよ。ここまでいい。ちゃんと撮れてる。あ、で、手が止まりましたね。これ完全にもう集中切れてます、こいつ集中切れてる。あ、で、画面が変わった。多分、集中切れたね。そのまま動画消して寝たね、多分この人。はい、ということで、2日目に入ってました。はい、ということで、これも今、手が止まってますね。あ、でも手がちょっと動いてるから、多分ね、ちゃんと教材見てるんだ。はい、見てる。で、なんかペンとかもいじってる。だから、一応ちゃんとやってる。まだちゃんとやれてる、2日目。2日目の朝ですね、多分これ。さあ、あ、いい感じ。まだ集中力続いてますね。これね、すげえ早送りにしてるんですけど、これね、1本30分しかないんですよ。だから30分で俺集中切れちゃうんだよね。あ、もう切れてますね。ていうか、もう完全に切れかけてる。もうだって手動いてないもん。あ、動いてない。あ、もうこのまま終わっちゃうな、動画。あ、終わっちゃう。多分最後の方、チュルチュルチュルっていじってたのは、多分ね、普通に YouTube で動画見て飽きちゃってた感じですね。はい、ということでね、本当はね、一緒に勉強しようみたいな感じで、まあ、ノーカットの、もう一緒にリアルタイムで勉強してるみたいなね、動画を本当は撮りたかったんだろうけど、自分の集中力がなさすぎて撮れなかったっていう、そんな動画でした。この動画ね、いつアップロードされるかわかんないんですけども、まあ、ミニ動画として見ていってくれたら幸いでございます。はい、ということで、以上、石川くんでした。バイバーイ。